デビット・ウィートンは、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリス出身の元男子、プロテニス選手。1990年の全米オープンと1991年の全豪オープンで、四大大会の男子ダブルスに2大会連続、準優勝した選手である。シングルスでも1991年のウィンブルドンで、ベスト4進出があった。ATP ツアーで、シングルス3勝。 ダブルス3勝を挙げたが、ダブルス準優勝が2度のグランドスラム大会を含めて12度、あった。身長193センチメートル、体重84キログラムの超新選手。ウィートンは、ジュニア時代、1987年の全米オープンジュニア男子シングルス部門で、アンドレイ・チェルカソフを破って優勝したことがある。スタンフォード大学の学生テニス選手としてプレーした後、あと、 1988年に19歳でプロ転校。2年後の1990年、ウィートンは全豪オープンと全米オープンの2大会でベスト8に進出する。全豪オープンの準々決勝では、ウィートンはステファン・エドベリに5から7、6から7、6から3、2から6で敗れた。全仏オープンは1回戦で敗退したが、ウィンブルドンで、 グラッド・ギルバートとの4回戦に進み、全米オープンで男子シングルスベスト8、男子ダブルス準優勝を記録する。シングルス準々決勝でジョン・マッケンローに敗れたウィートンは、男子ダブルスでポール・アナコーンとペアを組み、決勝で南アフリカペアのピーター・アルドリッチダニー・ビッサー組に2から6、6から7、2から6のストレートで敗れて、準優勝になった。 ウィートンとアナコーンは、この大会のシングルス三回戦で直接対決をしていた。1991年の全豪オープンで、ウィートンは男子シングルス一回戦で、ブラッド・ギルバートに当たって敗退したが、男子ダブルスで、パトリック・マッケンローとペアを組んで決勝に進む。ウィートンと P ・マッケンローは、三回戦で、アンダースやリードジョン・フィッツ・ジェラルド、準決勝でマーク・ウッドフォード&、 トットウッドブリッジ組を破って勝ち進んだが、決勝で同じアメリカのスコット・デイビスデビット・ペート組に7から6、6から7、3から6、5から7で敗れ、ウィートンは2大会連続でダブルス準優勝に終わった。この年のウィンブルドンでデビット・ウィートンはシングルスの自己最高成績を出し、ボリス・ベッカーとの準決勝に進出した。先立つ準々決勝で、 ウィートンはアンドレ・アガシと顔を合わせる。第5シードのアガシはウィンブルドン選手権の主催者オールイングランドローンテニスクローケークラブが規定したウェアは白基調であることのルールに反発していたが1987年以来4年ぶりのウィンブルドン出場に踏み切った。二人のウェアはアガシが全身すべてを真っ白の服でまとめたのに対しウィートンは 頭髪のバンダナに、米国国旗のデザインがあった。試合はウィートンが6から2、0から6、3から6、7から6、6から2でアガシに勝ったが、準決勝のベッカー戦では4から6、6から7、5から7のストレートで敗れた。1991年は、年末の高額賞金大会、グランドスラムカップで優勝がある。しかし、ウィートンの好成績は、 あまり長く続かず、1992年以後は4大大会で4回戦以上に勝ち残れなくなった。1994年7月のニューポート大会が、ウィートンの最後のシングルス優勝になる。1998年全米オープンを最後に、彼は4大大会にも出場できなくなり、最後の数年間は、団室アーカブ組織の大会を回った。 2001年に32歳で現役を引退した後は、男子テニスのシニアツアーを転戦するかたわら、ラジオのトークショーのホストを務めたり、除述や講演活動にも携わっている。ありがとうございます。